皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、ワクチン2回目の接種が終了したので、その報告をしていこうと思います。本日今10月28日なんですが、10月26日にワクチンをまた前回と同じように福岡のクルーズセンターっていう大規模接種会場で行ってきました。前回はですねすごい人だったんですけど、今回はその受付のところは全く人がいなくて、本当に私ともう一人たまたま車椅子の方がいらっしゃったんですけど、そこだけで、その15分待つところにももう十数名くらいしかいない状態でした。で、その2回目の方がなんか1回目より痛かったなっていう印象は若干あります。でそのまま打って15分間特に何も起きなくて、でお家帰ってワクチンを接種したのが1時半くらいだったんですが、夜の6時か7時くらいですねからやっぱりだんだん肩が痛くなってきて、前には上げれるんですけど、なんか後ろとか横にするのが結構痛かったっていうのはあります。で一応熱を測ってみたら37度23分の微熱がありました。で、次の日ですね、朝起きてなんかちょっと頭がぼーっとするというか、なんか物事を考えるのが面倒くさいな、しんどいなっていうのを思って熱を測ったら38度23あたりになってました。ただ私そのやけどを負った時にやっぱり2週間くらいずっと40度近い熱を経験したのもあって、なんか熱耐性っていうのがついたんですよね。なので38度ちょいあってもしんどいっていうことは全くなくて、本当にただだるいなっていう感じだったので、リハはお休みして、普通に掃除機かけたりとか洗濯したりとかで、ちょっとだるいなって思って机にクッションを置いてこう伏せた状態でやってたりとか、なんかその状態をなんか撮影できたらよかったなって思ったんですけど、面倒くさくてパン1で生きてたのでパン1 T シャツとかで過ごしてたので、ちょっと撮るのはやめました。そんな感じで、定期的に熱を下がってもずっと38度あって、ただ肩はちょっとずつ痛みはなくなってきたんですよね。で夕方37度くらいまで下がったんですけど、また夜の10時くらいまで、38度の熱が続いて、なんかだるいなって寝たりアニメ見たり、ちょっと起きてご飯食べるかみたいな生活を一日してました。でそれが、昨日ですね、この撮影してる昨日になるんですけど、今日はもう熱は全くなくて、肩も、ちょっとこうすると痛いかなくらいで、ただ車椅子でこういろいろ行動するにあたっての支障っていうのは個人的にはなかったです。はい、こんな感じでワクチン2回目が終わりました。ワクチン1回目の接種をした時のやっぱ動画のコメントに賛否がたくさんありまして、こんな動画出したらワクチン打つ人が増えるだろうとか、怖いような発信をしたことによってワクチン打たない人が増えたらどうするんだとかありますけど、やっぱり情報っていうのは必要ですし、結果決めるのは皆さん一人一人なので、打つ打たないは私は今でも自由だと思ってますし、別に打たなくていい環境の中にいるのであれば打たなくていいんじゃないかなと個人的には思っています。でもう一つ、仕事の関係で打たなきゃいけなかったんだっていう話をして、そのワクチン打たなきゃいけないような仕事なんておかしくないかっていうコメントもあったんですけど、日本だけだったらその72時間の PCR だけでもしかしたらやっていけるかもしれないんですけど、アメリカとかもワクチン2回打ってないと、証明書がないと入国できないよっていうようなニュースもあったように、やっぱ世界的にこう行く、海外に行くってなるとどうしてもワクチン2回目の接種が必要となるので、私はそういうことも思って打ってますし、あと脊髄損傷って一応基礎疾患枠で、基礎疾患枠の中に私は含まれて、市の方から配布をされたんですが、こういう障害のことを発信している中で基礎疾患ある人たちと関わることってどうしても多くなります。で取材に行ったりそういう施設に行ったりで自分のことじゃなくてやっぱり他人に移すことが一番ダメなことなので、そのことを考えた時にワクチンを打っていた方が相手のため取材先のためになるんですよね。で72時間の PCR をすればいいじゃないかっていうのもありますけど、それは自分ごとのことでやっぱ相手のことを思ったら安心して、受け入れるような作りっていうのは私はやっぱりこの立場だったらしなきゃいけないのかなと思いました。本当にだから推奨するとか推奨しないとかじゃないですけど、なんかワクチンを打たないとなかなか行動がしにくい環境になってきてるのはどうしてもあるのかなっていうのは個人的には思いますが、そんなにあまりあちこち行かないよっていう人に関しては別に打たなくてもいいんじゃないかなと今でも思ってます。はい、ただやっぱこういう情報っていうのは私はいっぱいたくさんあった方が、まして私は車椅子っていう中で、脊髄損傷の中で打ったらどうなるのかなって知りたい人もやっぱいると思うので、私はこういう情報発信っていうのは大切だと思ったのでお伝えしました。はいで今後何か体の変化、こうテレビで、言われてるような何か反応がもし仮に今からあったとしたら、またそういうのもしっかりとお伝えしていきたいと思います。はい、ということで、今回はワクチン2回目の接種完了のご報告でした。はい、この動画が役に立ったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。